志布志市に本社を置く酒造会社若潮酒造が昨日繁華街で清掃活動を行いました。5月30日のゴミゼロの日に合わせて行われた清掃活動には若潮酒造の社員およそ20人が参加しました。この会社では毎年ゴミゼロの日に会社周辺で清掃活動を行っていましたが、繁華街での実施は今年が初めてです。参加者は数人ずつグループに分かれ、通りや軒下などでゴミを回収しました。みんながやっぱこうたまには銀座街をしたらどうなのかって言うんで、いやそれもいいことだということで、初めてでも銀座街、はあ、まあいい試みだったと思います。この日およそ1時間清掃活動を実施した若潮酒造では、来年以降も社会貢献の一環でこの取り組みを行うことにしています。